そろそろ始まります。15時となりました。接客ビジネスを応援するフレシャスタイムのお時間です。私宮田恵子がお送りいたします。この番組は接客ビジネスに関する情報をお伝えしたり、ビジネスの世界で活躍する、方々をお招きする番組となっております。東京よりズームでお送りしております。皆様最後までお付き合いください。そして、本日も素敵なゲストを、お招きしております。株式会社アバンインターナショナル代表取締役社長門脇幸男さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてお相手は、はい、FM ギノアの佐藤真奈がお届けいたします。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmギノア.com です。そして、YouTube とツイキャスにて映像と音声も配信しております。コメントもこちらからどんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いします。一旦それでは CM に入ってお話をお聞きしたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。お送りしております。この番組は接客ビジネスを応援するプレシャスタイムのお時間です。お相手はマナティちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日もでは先ほど、はい、はい、素敵なお客様をお迎えしております。はい、はい、株式会社アバンインターナショナル代表取締役社長でいらっしゃいます、門脇幸男さんです。よろしくお願いいたします。はい、先日ちょっとお会いしたばっかりですけど、はい、まず自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。はい。もともとは、株式会社レリアンという会社で、まあ、新卒で入って、人事だとかシステムだとか営業だとか、あと中国に滞在したりとかですね、うん、まあ一貫してその小売業でしたんで、はい、販売の支援する、直接支援したり教育したり、うん、まあそういったことをずっとやってきました。で、まあ今は、アバンインターナショナルという会社で、ものづくり、それから、商品の販売というのを行っているということでございます、うん、はい、両方、作る方と売る方とやってらっしゃる、うん、そうですね。作って、売って、はい。もう、ファッションのすべてを網羅して。そうですね。いろんなキャリアがあって、まあ、最初ずっと長いこと人事でね、教育とか採用とかやってたんだけれども、
一つだけやってなかったのがものづくりだったんですけれども、で、まあ一つね、サラリーマン、一つ、まあ定年じゃないけれども終わって、今はものづくりという、最後にね、やってなかったことの一つをやってるって感じですね。おじゃあもう、心残りはないですね。うん、そうですね。まだ、ね、まあ違う世界でやりたいなと思いますけども、いろいろやってきました。はい。ああ、すごい。私は、門脇さんと初めてお会いしたのは、先ほど、ご紹介にあった、レリアンさんという、うん、もう、デスクでは最高峰の国産のブランドで、もう、知らない方はいないぐらいの、ブランドさんなんですけれども、はい、まあ、そこたまたま私、研修をさせていただきまして、うん、でその時に、ちょうど門脇さんがいらっしゃって、ちょっと困った時に一回助けていただきまして、そこからのご縁で、そうですね、はい、もう4年ぐらいですかね。うん、そうですね、4、5年経つかな。5年経ちますね。まあ、そこからコロナがあって、うん、その間に門脇さんも、食べたり、その後にまた新しい会社にしちゃったりとかで、うん、いろいろ変わりましたけれども。そうですね。いろいろね、環境もね。はい。楽しかったですね、研修。うん、研修楽しかったね。ね、楽しかったですね。なんかこう、話をして、研修をやっていると、はい、門脇さんとこう、意思の疎通がすごく取れて、うん、すごく柔軟な方だなっていうふうに、いえいえ思うんですけど、私が言わんとすることをすぐこう、汲み取ってくれて、皆さんにこう、私が伝えきれないところを伝えてくださったりとか、本当にその説はお世話になりました。ありがとうございます。こちらこそお世話になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、まあ、作る側と先ほど売る側とっていう、ファッション界の流れっていうふうなところも、はいはい、もう今、作る方ももう、やってらっしゃってっていうことで思いそうですね。ないね、みたいな話だったんですけど、うん、どうですか、昔と今ってこう変わっているんでしょうかね。まあ、ファッション業界も本当にコロナの時に打撃を受けて、ちょうど、そうね、はい、私も研修させていただいた時に、宮田さん、出張みんな会社行けないんで、宮田さんも当然出張ないんだよって言われて、うん、と思って、そこでもう百貨店がクローズしたりとか、販売するところがないということは、販売員さんの教育も今は必要ないよっていうことになってしまったんですけど、はいはいはい、まあ、その前と今っていうところはどうでしょうか？多分接客って、毎日いろんな人と話してて、それでこうなんか頭の中も回っていて、研ぎ澄まされていって、レベルが上がっていくと思うんだけども、まあコロナの期間、やっぱりこうお客様がいなかったり、自宅待機になったりとか、そういった中でなんていうのかな、その接客、会話をする機会がすごく減ったじゃないですか。だからすごくそういう意味で言うと、コロナ明け、急にじゃあ、その、トップギアに入れようと思っても入らないとか、うん、そういうのあると思うんですよね。まあ、前も、もちろん朝からいきなり喋れる状態に しましょうねっていう、トレーニングもしてたと思うんだけれども、はいはい、出勤前からね、口を、こう、口角を動くようにしてね、うん。で、そうじゃないとすぐ喋れないわけですよ。確かに。声も出ないですもんね。特に声も出ない。そう。で、誰とも知らないので、うん、朝から。そう。で、コロナの時は、やっぱりこう、出勤体制もそういう風になっていって、一人の時間も増えたりとかね、そういう意味で、まあ、販売員さんって結局やっぱりこう、常にこう、お話ししながら、頭回って、はい、いろんなこう、ことがで、コミュニケーションのね、キャッチボールができるとか、そういう状況が必要だったんだけど、ね、本当に3年ちょっとそういうのが疲弊した感はあると思うんですよね。うそうですね、うん。で、一方でお客様も、やっぱりそういう部分があるんじゃないか。人と接するってことには、間にマスクが入っていて、はい、違うじゃないですか、距離感が。はい、とか、あんまり近づいちゃいけないかもしれないし、はい、ましてや、その、外に出なかった期間があって、お互いがキャッチボールする、ね、胸に向かってキャッチボールできなくなっちゃってたっていう時間だったんじゃないかと思っていて、まだその余韻がまだありますよね。やっぱりそうですよね。うんうん。それすごく感じる。
まあ、私一つはよく研修でお話しするんですけど、うん、コロナの時に、やっぱお客様も外に出たいとか、うん、今までこう、恋にしてくださったお客様で、まあ、いつか、こう、うん、例えば病院の帰りにお店に行って、ちょっとお菓子買ってくださったりとか、こう、いつもずっとコミュニケーションを取っていらっしゃる方も、なかなかこう、もうクローズしたり、外出機会みたいな感じになった時に、マインさんの声だと、やっぱり会いに来てくださるお客様が、本当に涙が出るほど嬉しかったって、でしょうね、うん、おっしゃってたのが、すごく印象に残ってるんですけれども、なんか、やっぱりその、選ばれる販売員さん。だからそうやって、会いに来たいって思ってあるお客様をたくさん持ってる人と、残念ながらなかなか頑張ってるんだけれども、っていう、その差がやっぱり大きく、こう、分かれた時かなとも思う。ああ、そうかもね。まあその接客の中ではね、やっぱり後味を残すっていうことをずっと言い続けてきてて、エリアさんいつも後味っていう、それはね、また会ってみたい、また買ってみたい、まあその商品の後味も必要なんだけども、結局人なんですよね、お店っていうのはね。で、あの人に会ってみたい、会ってね、だから本当さ、お買い物のね、途中っていうか、食品買った後にね、ちょっと寄られるお客様がいて、で、それは、あの人に会ってみたいっていう ね、そういう場所なんですよね。だから買い物に来るっていうよりは、なんかちょっと寄ってみたいと思える、まあ、そういう空間であったり、そういう人がいるっていうことが重要なのかなと思っていて、結局お買い物って、まあ、多い人は 年に何回も買うかもしれないけど、だいたい一人ね、平均したら4回買うなん洋服をですね、4回買うと結構多い方なんですよ。四季ですよね。そう、四季それぞれでね。でも大体に、季節だったら2つぐらいだとしたら2回ですよね。そうです。だからその、じゃあ2回こう選んでもらえるような、この季節が変わり目だな、どこ行こうかなと思った時、じゃああそこ行ってみようと思ってもらえるようなね。まあ、そういう後味だから、すごく長い後味が必要なんでね。そうですよね。鮮度6ヶ月くらいなきゃいけないわけだから、それは大変なことだと思うんだよね。後味ずっと6ヶ月も残す。確かに。そう。だからそのために販売員さんは、いろいろそのお客様に問いかけたりとか、お手紙を出したりね、いろんな形でコミュニケーションを取る。はい。で、だけど、コミュニケーション取るんだけども、これ宮田さん先生のね、得意技なんだけど、その人に合った情報でコミュニケーション取らないと、私のことを分かってくれるって思わないわけですよね。だから分かるって思ってくれたら、あの人だったら信頼を受けるから行ってみようってなると思うんだよね。でもその信頼関係を作るコミュニケーションっていうのはすごく重要なんで、その辺をですね、まあ、徹底的に、まあ、お願いするっていうところで、宮津さん先生のようなね、そういうコミュニケーションの販売だ、教育だとか、まあ、その前は自分たちでもやってましたけどもね、そういうのやりました。いや、もう本当、レリアンさん、私教えることないと思ってたんですよ。いや、本当に。もう、業界でも、他の業界に教えに行かれる店長さんがいっぱいいらっしゃるぐらいなんで、手番がないと思って。だからやっぱり社外の人間が教えることの良さもあるんだけれども、社外の人から教わることによって、世の中がこうなってるとか、標準が何なのかとか、そういうものをこう、再確認できるから、いろんな方から人、お話を聞く。A さんはこっちから聞いた方が聞こえる人もいれば、B さんはこっちからの方がいい人もいるから、教育ってその一方通行じゃなくて、まあ、全方位的にこうやっていかなきゃいけないと思うんですよね。だからいろんな、先生だとか、いろんな手法を使ってやっていく。で、その中で人の話が気になったなっていうと、店長とかスタッフは周りの人にもそれを教えていくとか、伝播していくということでね。だからそういう意味ではバリエーションが必要なんだなと思います。だから教科書は一冊じゃないんですよ。そうですよね。なんかこう、他の人がやってて、すごく売れる人の真似を、自分にちょっとこう、ハマるものがあるじゃないですか。そうなの。お客様もね、千差万別で、こういう販売員が好き、
よく喋るお客さん、販売が好きな人もいれば、聞いてくれる販売員さんが好きな人もいるし、娘のような販売員がいい人もいれば、たまには怒ってくれる人の方がいいとかね。いや、そういう人それぞれなんですよね。だからそういう、相手がどんな人で、相手がどういうものを望んでるかというものに対して、ちゃんと心を込めて対応できるような人になっていくと、当然後味っていうのはね、すごい長い余韻を残せるんじゃないかと思って。もう半年一年の後味を。そう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 。そうそう。そう、残り顔を残していく。そうそうそう。すごく重要。うんうん。重要ですね。だから、こっちに帰って、こう、こっちから買って、まあ、思い出せるような接客をっていつも言ってるけど、うんうんうん、そうそう。感動の接客とかね、言うのね。うんうん、だけど、半年一年持たせるって、ほんと相当な、こう、キャッチなことがないと、そう。賓客の方はなかなかね、リピートって難しかったりは。うん、そうですよね。うん。そうですね。まあ、もちろんそれには、基本的な品揃えがちゃんとしてるとか、確かに、うん、サイズ感がちゃんとしてるとか、うん、品質がちゃんとしてるとか、そういう、こう、うん、なんかファンダメンタルなね、ところは重要なんですけれども、そこにもう一つエッセンスとして、やっぱりスタッフのその人柄だとか接客技術だとかいうものが出てきますよね。うん。うん、まあ、さっき今おっしゃったそのものがちゃんとしているとか、機能性があったりとか、そう。信頼度、その品質が高いっていうところは、はいはい、まあ、日本は今まさに昔と違って、品質も向上されているし、だからこそネットで販売があって、うん、で、まあ、もう日本人だと、こう、まさか、ボタンがないなんてありえないとかっていうぐらいで、ネットでポチっちゃったりとかって、まあ、コロナの後特に、そうかなというふうには思うんですけれども、まあ、門脇さんって、e コマース、そのネット販売についても、すごく詳しいじゃないですか。あ、はい。まあ、そのあたりの、そのね、ネット販売、まあ、会社でいろいろこう、やられていったので、そのあたりもお詳しいと思うんですけど、はい。そちらとその販売との、こう、両立っていうか、両立とかっていうのは、そう、うん。なんだろう、アプローチの仕方が違うとは思うんだけれども、e コマース、ネットショッピングっていうのは、まあ、捧げっていうのがあって、要は写真を撮影し、コメント、それから採寸して、コメントを入れるっていう形でね、こういう3つのセットになっていって、で、まあ、それでプロモーションがあって、そこから皆さん入ってくるっていう形ですよね。で、どこから入ってくるかはそれぞれいろいろ違うんだけれども、でも結構なんていうのかな、うん、ちゃんと IT だから分析して、こっからこの人にはこういう広告出せばここへ繋がるだろうなっていうのを考えながら、うん、誘導してるんですよね。そうなんですか。そうなってるんですよ。それでヒット率を高めるっていうことになってるから、闇雲に広告出してるんじゃなくて、妙にここから広告は私は多いけど、隣の人は少ないっていうことはいくらでもあること。その辺はちゃんと分析されてくる。だから、すごく誘導はしてくるんだけど、そっから先は自分で判断しなきゃいけないから、写真の精度だとか、コメントの精度がすごい要求されると思うんですよね。例えばその、ブランドのフィロソフィーだとかって、なんていうかな、その、商品が出来上がってくる歴史的なものとか、地区だとか、何がその人の金銭に触れるかっていうのがすごく重要なんですよね。で、ところが、そのリアルの場合はそうではなくて、会話をしながら、その中で、じゃあ何に興味持って何を知りたいのかっていうところを会話の中で探っていくわけですよね。IT と違う部分。だから、そういう意味ではロジックじゃなくて、そういう、そのコミュニケーションの中で探ってって、本質にたどり着いて、で、それをやると感動の接客なんですよね。それを、まあ、マーケティング用語で言うと刺さるって言うんだけども、刺さった時には、あ、これだってなったら買ってくれるんですよね。で、お客さんって買わない理由も探してるから、あ、この人だ、もうか、あ、買わないでよかった、この人だもんね、とか、ネットでもそうなんだけども、あ、見れなかったら買わないじゃないですか。っていうふうに、買わない理由だとか、断る理由を探してるんですよ。だからよくその、販売員さんに、教育するときとかお話しするときは、
あの、みんなへこたれるわけですよね。もう全然こう、いくらアプローチしても買ってくんないんです、と、うん。いや、当たり前だと。そんなもんね、あの、イチローがね、ヒット打つ確率より低いんだから。ね、何回も空振りするわけですよ。だけど、その中で買っていくんですよね。なぜならば、みんなこんだけいろんなお店があって、うん、こんだけの商品が溢れていて、うん、で、なおかつ年間、そんな毎日のように買い物するわけじゃないんですよね、食品と違って。うん、だとしたら、その接点なんていうのは、すごくごくわずかなんですよ。うん、だけど、そのごくわずかの接点が、まあ、ライフタイムバリューって言いますけども、はい、一生涯でどれだけその人が買い物をしてくれるかの方が重要で、一時にボーンと買ってくれることよりも、うん、その方が重要だという概念がライフタイムバリューですよね。なるほど。これの最大化をするってことを考えながら仕事をする。だから長い目で見ていくってことですよね。うんうん、ただブランドによっては、例えば 20代前半しか着ないようなブランドだったら、ライフタイムバリューっていうのは当然短いわけだから、そこでグッてやっていかなきゃいけないんだけど、その場合には横に広げなきゃいけないんだけれども、うん、まあ、ミセスの洋服となるとそうじゃなくて、年代も長く着れることだから、うん、そのライフタイムバリューという意味で言うと、しっかり顧客をつなげ止めていくってことが重要で、うん、まあ、そのためにはそのスタッフの、セールストークというよりも聞く力、要は、この人がどんな人で何を望んでいるのか、だからじゃあこういうの提供しましょう。そうすると、例えば季節が変わった時に、ああ、あの人はこういう話をしてたな、じゃあこんな新商品が入ったからご案内しようかなってなった時に、あ、なんで私のこと分かってくれてるのね、嬉しいわ、じゃあ行こうかな。で、こんな後味になるのね。そういう、なんていうかな、こう戦略的なというか、まあ、したたかなというか、コミュニケーションがちゃんと取れると、いい販売なんだけど、ただお洋服好きです。え、これ素敵でしょ、うん、では、売れない時代になってるね、うん。そうなんですよね。そこが昔とやっぱり違う、うん、だから、そう、あの、在庫型、自分のお家のクローゼットの在庫型で、うんうん、だから、そうそうそう、まあ、同じようなの持ってるじゃないって。うん、そうそうそう。本物みたいなのって、まるちゃんな、うん、同じようなの選ばない？選んじゃいますね。そうなんですけども。はい、買わない理由として、同じようなの持ってるじゃんとかって自分に言い聞かせたりとか、なんか、そういうのってやっぱりありますよね。だから買い物っていうのは、まあ、物が欲しくて買い物してるだけじゃなくて、買い物という行為をしたいんね。うんうん、今、あの、物とことっていうけども、はい、こと需要っていうのは多いと。例えば旅行行っても、はいはい、じゃあ外国人が京都来ましたって言ったらちゃんと浴衣だとかなんか着て、それで写真を撮る、うん。前はそうじゃなくて、じゃあその着物を買うだけだったかもしれない。はいはい、そうじゃないのはことですよね。だから、すごい買い物っていうのも一つのことで、うん、そういう行動をするっていうことが楽しいわけですよね。うん、で、その延長線にまあ食事もしましたとかね。はい、で、付加価値として、いや、商品も買ったよね。じゃあその次にはこの商品を着て、どっかに行こうっていう。それがこと需要ですよね。だからどん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 今、物需要からこと需要に変わっていってるから、そうするとその感動の体験っていうのがすごく重要で、だから、うん、お店っていうのはそういう場でなきゃいけない。うん、みんなでお客様を盛り上げる。うん、楽しい接客を受けた。あ、楽しかったな。着せ替え人形のようにいろいろこう着れたな。うん、買うのは1着であったとしても、10着着たら楽しいじゃないですか。そういうことの体験っていうのをすごく重要だと思うから、まあ、これができるのはリアルのお店の良さだと、うんうん、いうことなんですよ。だから全然差別化してる。そうですね。ところが、コロナ禍で人が出なくなっちゃったから、うん、そういう感動体験にちょっとびくついてるところがあると思うんだね、うん、お互いね。お互いね。これもう一回ね、うん、そう、ブレイクスルーしなきゃいけないところなのかなと思うね。まさかちょっとお時間が2分あ。あ、すいません。いや、2分前になってしまいました。喋りすぎ？ごめんね。いやいや、全然、聞きたかった話だし、うん、もう、私、あの、研修の時ですね。ブロークさんに出てきたと思った。本当だよ。本当に。はい。まあ、あの、現在、アパレルの仕事してらっしゃいますが、うん、まあ、これから先、はい、どういう、はい、あの、ご希望がありますか？
やっぱりもの、うん、を作るところもやったので、はい、まあ、これで全部アパレルの仕事を全部やったんですよ、はい、だからいろんな困ってる人経営者もねいっぱいいると思うんで、なんかねそういう手助けになれたらいいなっていうふうに思ってます、うん、はい、なんかぜひねその知恵をいっぱいもらいたい方いますよね。ね、絶対ぜひ言ってください。はい、またいろんなアドバイスがね、中国の話も結構盛りだくさんなんで、ね、そうそう、中国の話とかもお伺いしたい。よかったです、また。うん、はい、ぜひとも。また、近いうちにお呼びしていいですかね。うん、はい、はい、いいですよ。よろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週、はい、また来週です。はい、さよなら。さよなら。